うちさ、雨降っとったけ前髪がさ割ったんだけど、髪ももうぐちゃぐちゃ。こんばんは、ただいま帰ってきました。なんでこれ見せたんやろ、やっほーどうも。今日はユニフォーム着てます、カープの。どうもね、台風風強かった、皆さん気をつけてくださいね。はい、やっほー。なんか食べた、パープロ。緊張した、緊張した。違う、私がパワプロ上手いんじゃなくて、あの初心者設定にしていただいているので。はい。でも無事にね終わってよかった。安心しました。そう、コメントね、みんながあれしてくれてて嬉しかった。配給よかった、ほんと嬉しい。うん、でもめっちゃ盛り上がって楽しかった。ほぼ初めてスイッチ触った。1回ぐらい触ったことあったけど全然分かんなくて、でやる前にホームランっていうか、そのバッティングとかだけ何回かやらせてもらってたんですけど、そうなんですけど、そうで、まああんだけあれだったけど、初心者のやつ設定、そう今日発売でもね、見てパープロさんからね、あのね、グッズいただいたの、嬉しい。ほらこういう、そうグッズとか、そう見てこれね、白の無地だからね、ショールームで使えそう。だからショールームで使おうかな、それとも野球とかを勉強するために使おうかな。ちょっと取っときます。そうよいしょ。で、そうスイッチをねいただいたんですよ、スイッチをというかソフト。そう、あ、携帯落ちた。そうなんですよ、そうまだ開けてないんですけど、はい、そう、いおりさんのとこでやります。そうでもいっぱいやりたいなと思って、そうだからいおりさんとやりたいと思います。イエーイ。そう練習する。配信でゲーム配信、どうなんだろう、確かに面白そう、それやったら。そうで、なんか広島に帰ったら親戚が多分スイッチ持ってて、でパパとさっき電話してて、あんこれ持って帰るからじゃあやろうねって言ってた。しかもこの今期の版っていうか、これ今日発売したやつなんですけど、そうあの携
なんかね設定とかが、設定っていうかなんかそのプレイヤーによってなんかこれが強いとか多分いろいろあるんですけど、2019年版みたいな感じなのでカープ結構強いっぽいんですよ今シーズン版。優勝してるしね。そうじゃけんね、はい強いと思います。イエイ。そうイエイ。なのでやりたいと思います。また報告するね。そうデータがそう多分去年とかのなのでサクセスでイコラブメンバー作ろう。おお作ってみたいね。やってみますね。やってみます靴下映らんよそりゃ。映さんわいねあれは心の中の気合だから。そうめっちゃね最初緊張しててそうね、少しだけその放送前練習させていただいて、そうでもなんか100人ぐらいもう待機してくれてるよってスタッフさんに言われて、そう嬉しかった。でなんだっけな、なんか最初はホームラン競争みたいな感じで個人プレーみたいな、4人編集部の方と、そうあのサッカーキング、私が1回サンフレッチェのサッカーキングさんに取材をしていただいた時にお世話になった方と、あともう一人編集部の方と私と達人の方4人だったんですけど、そうなんかあんまこういうゲスト、一応ゲストとして呼んでいただいたんですけど、こういうゲストとかで多分なんか私みたいなアイドルみたいな子が来るのは初めてって感じだったみたいで、そうなんです。でそう呼んでいただいたからには頑張んなきゃって思って、でもどう頑張っていいか分かんなくてとりあえず勉強していくしかないなって思って、そうね勉強はしてったんですけど、でもなんかこれを機にもっと勉強したいなってすごい思ったし、そうでもホームラン打つやつなら本当にルール知らなくてもタイミングとかね、最初ね本当にねもうね1個も当たらんかったんですよ。まずなんかファールにも逆なんファールとかなんか何アウトとかにももうならん、もうずっと空振りなんですよ。ずっと空振りしよって、そう全然当たらんかったけど、まあ、少しずつやっぱ練習したらちょっとだけ当たるようにはなってきて、あんちょっと振るのが遅いからもうちょっと早めに振らんとって思って、早めに振ろうって思ったら逆に早すぎたりしてでもめっちゃ面白くてパワープロ、そうだけどねこのねめっちゃねカセットすごい嬉しい。ひよりさんのでできる買わんのかいってそうでもハマっちゃったから、そうでしかもなんかカープの選手とかめっちゃ出てくるし、なんかいろんなデータとかも出てくるけ普通に面白いし勉強になるし、そうでなんかオールスターズで戦ったんですけど、でまあセリーグとそうでなんか打順考えてて、一応カープだけの打順とセリーグとの戦いの打順を考えてて、そうでなんか考えた選手がいないっていう場合とかもあったんですけど、そうね丸選手の話も丸選手どうって言われたから、動揺させないでくださいって言ってそうでもなんかすごいホームランの時もだし2対2で対戦する時もだし、すごいね編集の方も盛り上げてくださったり、達人の方も優しくて本当にそうなんかこんな初心者をあれしてくださってすごくありがとうございますっていう、いや私が一人であんな打順を考えられませんよ
父さんと考えたんですけど、まあほとんど、まあ、私は好きな選手とかを入れていろいろしただけなんですけど、そう達人さんめっちゃお優しくて、そうみんなお優しくて本当にありがとうございますっていう、そう出していただけて本当に初めてだったから、パワープロとかまずスイッチにあれする自体初めてだったけど、すごい楽しかったそうでも本当にね、そう菊池選手本当は入れたかったけど、そうでもそこはね、そうイコラブの T シャツも着てくださっててびっくり、そうパパに感謝コントローラー、いや全然、むしろあのコントローラーしか持ったことないからかな、分かんないけど、でもなんかこのアンを、アンがこれをやるからって言って見てくださった多分方も何人かいらっしゃると思うんですけど、なんかそういう方がこのゲーム面白いなって、ちょっとやってみたいなって、てかあんなでもできるんやっていう風になんか思ってくれてたら嬉しいなって思って、まあ多分私に誰も今日は強さとかは期待してなかったと思うし、そうなのでね、普通に本当に楽しかったのでマジで素だったんですよ。意外になんかゲームしてるとやっぱ素になっちゃうから、マジで結構なんか素でガチで真剣にやっちゃってて、そうだから少しでもイコラブを、まあ、イコラブのことも知ってもらえてたら、知ってもらえたら嬉しいなっていう、そうでも嬉しいんですよ本当に。まず野球のとかそこサンフレッチェだったりもそうですし、広島のねなんだろう、お仕事というかそういうやっぱ野球サッカー関連のお仕事いただけるのがめっちゃ嬉しくて、あんま何でもだから嬉しいんですよ、どんなお仕事でも。パワープロちょっとあれだった、初心者っていう、初心者というかもうあんまスイッチ自体をやったことなかった人でも嬉しいので、そういうのでも嬉しいので、うん、また何かに呼んでいただけるように、次はじゃあ達人としても呼んでいただけるように、嘘です、無理ですけど、はい、少しでもなんかイコラブの中で野球とかサッカーとかといえば山本アンナって、スポーツといえば山本アンナってなるように私ももっともっと頑張ります本当にねこれからやりたいと思います、はい、そう最後本当に3対4だったんですよ。で私がホームラン打って、私がじゃないけどで同点に追いついたんですよ。でそっからまさかのさよならのホームランで達人さんが打ってくださって、私は今回守備はもう全然してなくてピッチャーだけだっただけで、まだだから全然走ったりとかできないし守備は一個もしてないんですけど、もう守備は全部お任せしちゃって、そうボールをどのボールを投げるかを決めてボタンを押すっていうだけだったんですけど、そうちょっとパワープロアイドル界ナンバーワンを目指して頑張りたいと思いますそうでもすごいね、なんか守備もやってみたいなって思ったし、そうでもあ何でも振っちゃってたんですよ私あんまボールとかの見分けができなくて、でめっちゃ分かった時はあ振らないと思って、2回ぐらい多分振らなかったんですけどボールだと思って、でもそれ以外はなんかもう全部ヒューヒューってもう全部打って空振りみたいなそうとりあえず打つっていう、もう初心者あるある感満載の山本のゲームでしたけどね。ショコはパワープロしたいって言ってた、やろう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 、そう
もうね、数打ち当たるじゃないですけど、ホームラン。でもすごい楽しかったです。いい経験をさせていただきました。スイッチを変えとめっちゃ言われる。はい。大丈夫大丈夫大丈夫、いおりさんちよく行くから。大丈夫、パンダ昨日のままですよ。褒められた、スライダーの使い方上手だったって。思ったより仮猫じゃなかったね。うん、嬉しい。本当ですか。パーツで送ろうか。電子機器やわ。ね、明日から公式戦が再開。今日さ、だって試合なかったけさ、少し見てくださった方、なんかイコラブとかも興味なく、別になんだろう、野球っていうくくりで見てくださった方とかいらっしゃったかな。トークのツーシーム使い方。一人めっちゃピンクのユニフォームでさ、目立ってましたよね。一人激しかった、ピンクが。ピンクって感じ。マネージャーさんにもピンクが一人めっちゃ激しくて目立ってたよって言われた。そう、主張激しめ人間でした。アイドル感出てた、本当。それはいいのかどうなのか、いいってことにしとこうか。うん、このまま帰ってきた。上着着たけどね。そう、なんかお姉ちゃんさんにユニフォームでもいいし、私服でもいいし、なんか衣装でもいいよって言われて、どれがいいって言われて、じゃあユニフォームにしますって言ってユニフォームにしました。ピンクですけどいいですかって言って。特別な、うん、でも女性の方とか結構着てますね。球場に行ったら 3,4 人は見るぐらい。少なめ。 3,4 人、うん、5人弱は見るぐらいかな、これを着てる方、球場に、マツダスタジアムに行ったら。でもなんかすごい、なんだろう、パワープロのその機械というか、その映像がめっちゃね、あの球場とかもめっちゃリアルで、そう、マツダスタジアムやって感じやったし、なんだろう、ね、観客の方とかもめっちゃリアルというか、すごいから面白いです。うん、そんないない、多分5人ぐらい、多分5人ぐらい。そうそう、いやでもガチでこれを着てる人多分5人ぐらい、球場に行けば5人ぐらい見つけれるぐらい。もうちょっと着てるんだろうけど、あ、思った、サンフレ今度女子限定ピンクに配られるよって。サオさん見ました、さっき見ました、可愛かった、可愛かった。そう、バーベキューしながら観戦したいってね、いいよね。レアユニオン、いや、どうなんだろう、普通じゃない。なっちゃん、イエーイ。俺の知ってるパワープロからパワーアップしすぎて、お、セーブのユニフォームいるって。うんうん、気持ちだけもらっとくね、欲しいって。これ。サーフレッチはでも赤でもさ、白、なんか本当はホームの試合って白なんでしたっけ、白みたいな、でもなんか赤ですよね。背番号つけるなら12がいいのかな。12。 なんかアンナっていうさ、例えばさ、サナだったら37とかあるけど、アンってそういうのないからさ、だったら12かな、せっかくだった。報告なんだろうなって、なんだろう、そう、松田スタジアムバーベキューできる。でまあそこで、そこね、行ったことないんですよね、
お父さんとか多分行ったことあるんですけど、私バーベキューのとこ行ったことなくて、してみたい、してみたい、行きたい。1486 何の数字や。そう、メイク番号12。いいよね、夏海だか723とか、そういうの羨ましいね。そう、15はね、 15? いちごちゃんでも何の数字って聞かれた時に説明するのが大変だから。ガチガチ回答。12じゃない、やっぱイコラブだったら。ほんで48さんとかのユニフォームだと結構48って書いてありますよね。アンナがワンナで17って受ける。いちご姫なんて知らないよ。知らない、そんなこと。そう、イコラブの中での出席番号私12番なんで。サバ読んで150。伊藤さんは110。だから面白い。座ってると小さいんで気にならないね。急に急に頭の良さは10から10か11ぐらいじゃない、多分。共通点多いの？加藤ですさん。かっこ関係ないって。その通り。嘘だよ。うん、ショールームだと背が高く見えるねって、なんやねん、なんやねん。あ、そう、あのね、あの、そうそう、あれ、色の話昨日してた。おもろくない。色の話あるじゃんか。なんかレオなんか今日言ったんですよね。そうそうそう、言ったんですよ。なんか私どうしたらいいんですかって聞いたの。待ってましただって。はい、聞いたんですよ。そう、その結果を報告、いや切れてない、切れてないですよ。そうなんじゃなくて、でもなんかどうしていいか分かんないっていう話をして、生誕とかもちょっと黄色にしてもらってたから、なんか急に、あ、もう知らずに、なんかあれがメンバーカラーなのかじゃないのかっていうのが分からないっていうのを言ったんですよ。ね、抗議とか言わないで、ほんと言ったんですよね。まあ伝えたんですよ、それをね。そう、そしたらなんか、いや別にメンバーカラーって決まったわけではないらしく、多分それだ、メンバーカラーだったらやっぱ指原さんとかにも相談とかするだろう、するっていうかあれだと思うしっていう話になって、なんか一応別にメンバーカラーとして決定したわけじゃないらしいんですよ。でもなんかグッズを作る時に色がやっぱあった方がいいらしくって、今回はああなったらしくて、うん、だからメンバーだから別に黄色が好きだから黄色って言っててもいいよって言われたから、まあちょっと正式なんか、ごまかされた、なんて言うんだろう、なんか確かに正確な答えは今見つからないっていうか、結局何なのかわからないんですけど、はい、結局何がわからない、別に納得とか納得じゃないっていうのもよくはあれだし、なんか違うし、なんかまあなんて言えばいいんだろうな、なんかグッ
作りたいからそうなったらしいですけど、別になんか別になんかそういう生誕とかペンライトとか黄色っていうのを変え、別にアンは変えなくてもいいよって、黄色って言っていいって言われたから、私は黄色って言います。うん、だから黄色です。フィフスだけかは知らないし、結局わかんないんですけど、私も正直。でも私は黄色にしたい、黄色っていうかしたいっていうか、なんか最初から私は青みたいな感じだったら青がいいんですけど、なんか最初黄色って言ってたから、やっぱりそのまま私は突き通すって言ったらあれだけど、ちゃんと初期から黄色をあれして、なんだろう、でやってきたから、ファンの方がやってくださったから、私はそこを変えたくないので黄色で私は行きます。なのでグッズは今回は青だけど、そこはもう気にせず行きたいと思います。はい。でもペンライトは今まで通り1本だったら黄色、2本だったら黄色と青で行こうかなって思ってます。そう、まあピンク好きだけど、ちょっとピンクは多いので。でも青も好きですよ、私にとって青も大事な色やし。そう、うん、多分そうね、あんま色は重要と思ってないのかな分かんないけど、うん、でも、うん、まあピンクと黄色も正直考えたけど、でもやっぱ最初期からそこは変えない方がいいのかなって思って、まあ、はい、だから別にメンバーカラーではないです、かっこ多分後にこの騒動、山本の色騒動と言われるのである。やめてやめてやめてでもさ、そうじゃない、しょうがなくない、私がさこうやって言うのもとか言ったら、また山本がぶり返してきたこの話とか言うんでしょ、みんな。だからもういいけど、いいけどさ、いいけどさいいよ、もう山本の色騒動でいいよ別に。でもさ、誰でもそうじゃない、多分どのメンバーでもそうじゃない、だって今までさなんかその色で来たのにさ、急にさ何も言われずさ変わってさね。だから私は思ったことを言う派なんで、すいませんシュンマシエン強気でごめんなさい。でもそうだもん、だって指原さんの時とかも真っ黄色とかで、やっぱ色って大事だと思うの。そう、決めるんならちゃんと決めた方がいいから。ピンクなんだけど私はごめんね、こんなことでうだうだ言って。はい、って感じで、はい、この話は終了します。せーの、はい、じゃあ次は何の話をしようかな。何の話をする、何の話をする、ねえ、つんちゃんがショールームランナちゃんの眉毛の話いっぱいしちゃったよね。なんて言ってたの、つんちゃん、ひどくない
強くない、つらえ、なに、ほんと眉毛のメイクの話、ツンがアンナの父さんの話もしてた面白い。え、ツンがアンナの眉毛褒めてた、え、嬉しい今日は調子いいでしょみたいに見せてくれて面白い そうそうなんかメンバーに、メンバーすごいアンの眉毛に対してめっちゃみんな言ってくるんですよ。でもみんなネタにしてくるから、綺麗になった時はメンバーに一人一人に前髪を上げて、ね、見て見て今日の眉毛って言って、こうやって前髪あれしてメンバーに見せてていろんな目々、そしたら、あー綺麗になったじゃんとか、あいいじゃんって言われたらすごい嬉しくって、でもなんかたまに、え微妙みたいな、え別にそうでもないみたいな言われて、えみたいな、えって言うんですよそう、でもここでは見せない、だって前髪固まっとるけん見えん、ほら見えないんです、そうそう。え、でもお父さんの眉毛もはちょっと濃いよ多分。そうだよ、だってね、アンのね、お父さんとお母さんがそのライブコンサート、違うツアーに来た時にも、なんかメンバーみんなが来たんですよそこに、っていうかまあ外で喋っとって、でメンバーみんな、え、アンナのパパとママみたいな感じで言ってて、でメンバー全員来て、そうね、ちょっとだけ喋ってて、でなんかみんななんか、みんななんか、え、お母さんにだね、パパにだねとか、もうどっちも言うんですよみんな。だからちょっとよくわかんないけど、なんか半々ぐらいとも言われるし、だからちょっとどっちが結果どっちかわかんないけど、パパニットの方が多かったって言ってるメンバーの方が多かった。なんか性格も半々って言われた、うん、身長は2人ともめっちゃちっちゃいわけじゃないけど、別に大きいわけじゃないですね。170弱ぐらいと155ぐらい。サラツのパパすぐ、うん、わかる。そう、でもサラのお父さんとお母さんともツアーだっけなとかの時に、そう、サナはいなかったけど、私めっちゃ喋った、お話しした、めっちゃね声かけてくださって、めっちゃ優しいんですよ。そう、なんかサナも一人っ子で、私も一人っ子で、ですごい応援多分してくださってて、そうなんかね多分ね似てると思う、ちょっとなんかなんとなくそう、まあ一人っ子の女の子っていうのもあるけど、そういうところとか、どっちかと言ったら二人ともパパニーなとことか反抗期って何？わかんないわかんないけど、反抗期あったんかな、あったんかな、わからん。喧嘩とかはしとったけど、なんか小学校とか私服だったんですけど、毎日なんかこんな、え、この服着たくないみたいな、こっちの服着たいとかはめっちゃあれしてた。親の顔見たくないみたいな、ないですね。私マジで家にあれですよ、普通に何時だろう、11時過ぎて帰ったこととかないし、マジでその何18、19とかの時も全然ない。10時なんかそういう何友達と遊びに行ってとか、全然なんか7時ぐらいから普通ご飯食べるじゃないですか、7時8時とかで、9時10時とかまでには帰って、10時とか帰ったり、私いい子ですよ自分で言う、え、本当に本当にマジで夜とかになんかそういうなんか出ていくみたいなとかないし、え、本当にそういうとこマジでいい子なんですよ
自分で言う。なぜならお迎えに来てもらわないといけないから、その何帰り、そうそうそう、だけそうそう迎えに来てくれんくなるやん、だけそうそうそう、私ほんとそういうとこめっちゃ優等生だと思う自分で言うなってっていやいやマジで悪い子してないですよ、そう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 、もうね帰ったらもう勉強しかしてなかったカンニングはしたかしてないかというとちょっと覚えてない、うん。いとこのお姉ちゃんの話可愛かったいとこのお姉ちゃんとはめっちゃ仲いいですね。だけどなんかあんま反抗期っていうなんかそんなじでガチなんかよくあるじゃないですか、なんか女の子だったらなんかお父さんと顔合わせるのも嫌とかさ、なんかあるじゃない、多分結構あるじゃないあるじゃないしか言ってない、そういうなんて言うんだろう、なんだろう、なんか口を聞かないとかそんなのになったことない、親と全然、多分どうしよう、あったとか言われたら、あったら連絡ください、うん、洗濯物とか分けろ的な、全然言ったことないよ、言ったことないよ、普通に中学生までかな、違うかな、中うん、でも中学生とかまで一人で寝てなかった、普通に3人で寝てた、アンが真ん中で、全然普通でした、多分分かんない、でも中学生とか高校生ぐらいから一人でベッドの自分の部屋で寝てたけど、だから分かんない、反抗期あったのかな、それあると思うけど、そんな、なんかガチなのはないかな、わかんないわかんない、でも多分そうだと思う、あなたは神に誓います、うん誓います、多分連絡来てないから、あん多分中学生とかまでさ普通にあれだったよね、知らないけどメンバーで反抗期どうなんだろう、誰だろう、普通反抗期って何歳、でもキアラとかの年なのかな、キアラ反抗期、わかんないナータンキアラの年代、わかんない、どうだろう、誰が反抗期なんだろうパパから LINE 来た、2歳が反抗期ってきたんだけどなんで、どういう、なんで、私2歳とかも反抗期っていうレベルじゃないでしょ、流行って2歳って一番可愛い年じゃないんですか、2歳反抗期、いやいや期だね、うん、絶対それでしょ、早すぎたね誰がおととしやんやねおととしってことは私今何歳やねん、4歳、去年じゃね、じゃあ私今3歳、今は12歳ですよね、もう全員設定がバラバラすぎやろ、昨日の間違いじゃないとか、もう設定バラバラスケキラ多かったんじゃない、多分赤子
まあいいじゃん、じゃあいい子だったっていうことにしとこう勝手に勝手に解決。5歳なの？かわいい。5歳か。5歳ってどうなんだろう。それ怒られたこととか何回でもあるでしょ。人間みんなそうでしょ。出た人間みな人間みなそうに逃げるから。ラスクさんやほやほですかね。なんかさ、全然また話変わるけどさ、話変わりますなんかさ、マヨラボあるじゃないですか、私のラジオ MC のでさ、まあこれから多分ゲストがある、まああるとして、まあ、メンバーはまあ多分呼ぶじゃないですかはい、まあお分かりの通り、まあ多分メンバーね呼んでいくと思うんですけど、言うてさ、もうさ残ってるメンバーさ、あれじゃないですか、もう数人じゃないですか。なんかどういう、なんか例えばゲストとこういうことしてほしいとか、こういうゲストがいいと思うとか、まあ、全然そんな全て絶対叶わないしあれだけど、なんだろう、なんかこういうネタとかこういう企画をやってほしいとか、やったらいいと思うよとか、いやいやカープの選手とかどこのどうやって呼ぶねんそう、なんかそういうさ、なんかぜひリスナーさんと生電話。なるほどね、サンチェスか、ちょっと喋れへんな、うん、まあゲストとか企画とかなんですけど、なんかぜひ、なんだろう、今日の達人さん呼びますかなんかそう、どうかなって思って、いや別にゲストが毎回来るとか何も別に決まってないというか、なんかあれなんですけど、なんかそういう何かアドバイスとか、何かこういう企画どうとかあれば、ぜひ教えていただけたら嬉しいなとか思ってます。まあどうなんだろうね。ラブ様、ラブ様と話したいそう、違うグループさんのアイドルさんとかもなんかわかんないんですよね、呼べるのかとかは。ちょっとさやかさんにオファーはちょっと難しいですねさすがにそんなまた顔出せないじゃんって、いや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 確かに、
ノイミーちゃんね、確かにアイドルのステージの裏方さん。うん、公開収録はねやってみたい。ノイミーちゃん、にじかちゃんいいね。欅さんですか。そんなそんな私なんかが呼べないですよ。村重さんとか、そんななんかめちゃめちゃみんな上の方よ言うじゃないですか。マネージャーさんと喋るの。聞きたいですか、それは。ちなみに皆さん、衣装さん、しのぶさん、いやしのぶさんもお忙しいから、握手会のスタッフさん。私聞く人間違えました、聞く場所間違えました。前役とかで前説してるお兄さん。そう、いやいっぱいね、正直アイドルの知り合いはまあいるいる、うん、まあ、いっぱいではないけど、広島のねあれなんて結構いるんですけど、伊藤さんと本音対談。どうなんだろうねっていう話。ハト大量に呼ぶってのは、私もその日休みます。確かになんか生電話とかしてみたい。いやそんな簡単にでもそんなねアイドルさん呼べないですからね多分。そうでも結構なんかどうしたいっていうのを結構聞いてくださったりするので、そうまあなんか言い方あれですけど、自由というかできる、なんかそんなに縛りはなくて、でもやっぱりこう私なんか一応事務所とでその来てくださる側ゲストさん側の事務所との関係というか、そういうそっちのね、まあ、あれももちろんあるからちょっと難しいんですよね。そうでもねせっかく2クール目というか継続させていただけるので、何かそういうこともしてみたいなっていうのは。ロケ企画どういうロケ企画でどうやラジオってどうやって伝わるんだろう。コラブの楽屋は騒がしい時と寝てたりしたりメイクしたりしてるとちょっと静かだけど、うん、でも結構ヘアメイクさんとかにはなんか騒がしいって言われたりする。イコラブがなんかノイミーちゃんとイコラブの楽屋があって、まあ仕切りがあって、でも声は全然聞こえ、仕切りっていうかちょっとだけついたなんか立てみたいなあって、でも全然ここの通路は一緒みたいな時とか、なんか先にノイミーちゃんがいたんですけど、イコラブ来た瞬間うるさいって言われました。あ中継じゃないって、街角インタビュー、イコラブのことを知っている人を、イコラブを知ってる人を探してみよう企画とか。なんかちょっと街に繰り出して、イコラブのこと知ってますかって聞いて、知ってますっておーみたいな、それ10人探すまで帰れまてんとか、YouTuber みたいな感じのことをやってみるとか、そういうなんかノイミーちゃんにうるさいって言われたわけじゃない、心折れる前提でやってみるとか。場所によりそう、どこがいいかな、やっぱちょっと人が多い渋谷か原宿だな。ねえなんかちょっとツイッターで何してちょっとファンの方来てくださいとか、至急どこどこ集合とか。
心が折れそうになったら、あれにするわ、ファンの方を呼ぶ老人の原宿かなりメンタルやられてたぞって。でもなんかあれだよ、そういうのをもっと私たちも多分やった方がいいと思うから、なんだろう、そういう挫折も味わうべきべきというか、挫折も大切だから、現状をちゃんと理解することも大事だと思うから。ダイソー商品のレビュー学生の2割3はイコラボを知ってる。いや絶対知らないよ夫本当夫確かにダイソー商品紹介面白そう。でもそういうこととか、確かになんか案も考えてみようかな。やっぱファンの方にねこういうの聞くといいアドバイスもらえる。他にはまだ聞くんかいって。ダンスうまいなと思うメンバー、誰だろう。なんか曲とかにもよって、なんかこの子のこの曲が好きとかはあるけど、もうまあ、いおりとかキアラとかかな。広島県民の方を東京で探そうみたいな。それカープの試合がある日にさ、東京ドームでやればいいじゃん、神宮かすぐ見つかる。ティフに向けてなんかしてみたいな、確かに楽しようとするな。それか、まあ、広島のなんかお好み焼き屋さんとかの東京にあるそういうお店に行くとか。MV の監督さんを呼ぶ緊張しちゃう。なんですぐ楽するん声だけだとそうなんですよね、ちょっと難しいんですよね。アイドルオーディション攻略法わかんないな。でもタピオカロケ、あでも谷川さんタピオカ好きって言ってらっしゃった。リーダーを呼んでリーダー対談。山本100人集める企画東大入ってみたなんじゃそれ。あんな山本の滑らない話、いつも滑らない話しかしてないよ。メンバーの名字同じ人絶対1日で探せないよ。12人、まあ、山本いける、野口いける、佐々木いけるでしょ。まず斎藤もいけるけど、漢字まで合わせるとなったら難しいけど、まあいけるっしょ。音島、諸橋、滝脇、高松微妙だな。大谷いけるでしょ。大場もでもあっちの場だとな。まあでもいけるか。諸橋、滝脇、
落とし間がいないね。この3人以外でいいですか？あ、佐竹いるいるいる、やっぱこの3人だよ。滝脇、落とし間、諸橋、多分1人は無理、1人、1日で無理だよ。楽しようとするな。それか、まあ、ワンチャン福岡まで行ってリサの家族で落とし間を探す。山本佐々木らへん絶対もう一瞬でしょ。野口って意外と見つからなそう。確かに、どうなんだろうね。大谷もね余裕で。じゃあ私、じゃあ過酷なことやりますよ。過酷なこと。でもさ、ラジオでできそうな過酷のことって何？過酷でちゃんとラジオで伝わる過酷さ、過酷ロケ。難しい。登山とか伝わんないっしょ。あんなの息っていう言葉しか伝わんないよ。イコラブ年長組が配信してる、イエーイ。早口言葉。制服ディズニーでロケ、ただただんが楽しい企画じゃん。激辛料理やだな。でもそれって伝わるのかな、ラジオで。いろいろなものを食べてみる。でもちょっと食べるの多分嫌いな方もいらっしゃるくない？どうなんだろう。全部英語縛り、会場まで走る。だからただのあああしか言わないよ。ね、外風強かったよね。ラジオ中空キス誰が喜ぶん。一人しりとり、ツインテール3分間クッキング、コンティヌちゃんが自分の髪の毛でやってください。何にする？なかなかさん、それいいかもって。どれに対して？確かにイコラジみたいなミニドラマ面白いですよね。でも一人だからな。24時間ラジオ、いや30分なんです。悪ノリ始まらないでください。作家さんいらっしゃいますよ。てか谷川さんがあれしてくださってたりする。イングリッシュ、ま、なんかイコラブのファンの方も楽しいし、じゃない方が聞いてもなんか面白いみたいなのもやってみたい。ボイパ？ブッパブブブブパ。野菜牧場はね、ないです。間違えました。それ野菜農場です。間違えました。そう、なんかイコラブのファンの方はもちろんやけど、そうなんかね、人生相談、心理テスト。なるほどね。ポエマ、それは佐竹さんと大場さん呼ばなきゃ。しょこっと見に来ました。しょこっと。ショックのポーズするとき1本か2本か3本か迷う。オッケーパプリカ。
大喜利とかあんまりで下手なんよね。花丸んショコ、花丸ショコ、ショコの敵の欲望は三本やで。うん、もう学習した。てってれん、いちご姫の人生相談。怪談コーナーって、怖い話、うん、多分案がしても面白くないよ。罰ゲームってなんだっけ。11人へのお手紙をひたすら読む企画。なるほどね。コラブの曲イントロドン。おー、谷川さんにドッキリ仕掛けたい。急に。やだ、絶対心霊ロケなんて行きたくない、絶対にやだ。志原さんへの生電話ハードル高っ。難しいですね。まあでも、あもちょっともっと考えてみる。そろそろ全然センブリ飲みたくないよ。メンバー変身競争。おー、考えてみますね。ありがとうございます皆さん。ワイも考えてみます。イエイ。急な初見詐欺するやん。よし、そろそろ終わろうかな。アンがゲストで。終わろうかな。よし、順位をもっと、手紙出しました。テレグルさんありがとうございます。13位ジスさん、12位トモさん、11位カズジーさん、10位イトコンさん、9位宮城のタカさん、8位高市さん、7位タッちゃん、6位セイター、5位ユカリン、4位ケンヨンパチさん、3位マサくん、2位タケシさん、1位サシナユイさんです。ありがとうございます皆さん、ありがとうございます。
じゃあランダムは3人。1人目、キーノートさん、キーノートさん。2人目、タコツアンさん。3人目、エスニさんです。ありがとうございました。ではトゥモローお会いしましょう。あ、金曜日だよみんな。明日金曜日じゃけん頑張ってね。それでは終わります。バイバイ。じゃんけんします。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけんパー。おやすみなさい。バイバイ。バイバイ。おやすみ。